週末何する？馬でしょ。この番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします。来週はいよいよ宝塚記念ですが、その前に春 G1 レース全レース参加しましたよね。はい。どれが一番印象に残ってるのかな。安田記念がデッドファルクスが赤枠にいたんですよこういうの来るなって思って。それ誰がそういうことを教えたの学んじゃいましたねエイデオはね、この番組でも本命にしまして、うん、まあ、ここはまあ、当たるには当たりましたけれども、最終の目黒記念でハッピーモメントから勝ってて、大変いいハッピーな日になりましたよかったです。それが僕の春 G1 の一番の思い出ですかね気づいてました？ G1 レースが行われるとき、そう、例えばダービーだったら芝 2400m ですよね、はいはい、その日には大体同じ条件のレースがその前に行われることが多いんですよ。もうこれはね、入試で言ったら模試ですね。模試を受けて本番入試へっていうのに近い流れになるんで、日本ダービーの日だったら青嵐賞っていうレースが同じく芝 2400m で行われますから、馬場状態がどうである、あ、意外と逃げ残るな、あ、意外と差しが効くぞっていう、そういうことをね、判断する材料になるんですよ。そうだからね、 G1 レースっていうのはもうその日のうちから、もしかしたら土曜日のうちからすでに戦いは始まっている。一つ一つどのレースも見逃さないで見ていくと、この本番の楽しみがますます増えるんですよ。なるほど。宝塚記念をめぐる話として、はい、遡るのはね、もう今から17年前、2000年の宝塚記念は TM オペラ王が圧倒的一番人気、そこの2着に食い込んだのは金庫賞から勝ち上がってきた名将ドトーという馬だったんです、はい。でまあ、その時は誰もがまさかあんなことがその後続くとは予想しなかった。その後何が起きたかというと、その宝塚記念、秋の天皇賞、ジャパンカップ、そして有馬記念、そしてさらに翌年の春の天皇賞まで全て TM オペラ王名将ドトーの1着2着そのまま、そう、いくつシルバーメダルを集めるんだと言われたその馬がついに G1 を初制覇したのは、なんと翌年の宝塚記念。やった。そう、名将ドトーがどうしても TM オペラ王に勝てないこの流れが覆った。こういうのを若い女性に語るのが競馬親父の楽しみ週末何する？馬でしょ。